今もうあれなのかな、あれ稲城はどこだっけ、あれこっち信号右、あ、そうか、いやすごちゃんと覚えてんだな、もう、あ、信号右じゃなくて、そこにいた、あ、いた、そこにいた、間違えた間違えた目の前にいやがった僕じゃちょっとなんかレトルトとかなんか日持ちするやつ買ってきますね、ニーノさん用に。レトルトカレー。あ、35人。あ、いや、ありがとうございます。今35人の方がもうすでにこんな頭から見てくださってますね。よろしくお願いします。今日で元ホームレスさんの出演の生配信は最終回です。よろしくお願いします。ちゃんといますね。これの後頭部です。でね、今回に最終回だから、あの、なんか無茶ぶりする？ちょ、お便りをね、募集したんですよ。あの、なんか応援メッセージなどなどあったら、うん、よかったらって言ったらね、うん、なんつ、ちょっと持ってて。なんだかな、どっち2、うん、4、ダメだな、そんな普通に数えちゃ、そんな普通に数えちゃダメだな。何？一気に収まって言わないと。あ、そういうこと？今ね、5通あのいただいたんですよ、お便りを。ちょっと読もうかなと、せっかくいただいたんで、どうしようかな。ちょっとね、暗いからこっち側に移動するわ。あれがないことやけど、普通に応援メッセージになったんだ。そうそう、応援メッセージをね、くれて。最後だ、ね、最後だから、なんか無茶ぶりのメッセージでも来るかなって思って。あ、じゃそれはね、コメントでいいかもしれない。コメントでもらおうかな、じゃあ、後で。じゃあ、じゃあ行きますよ。うん、あやちむさんっていう、あの、インスタグラムでちょいちょい、あの、DM をくれた、あの、にさんの、あの、ファンの若い女の子ですね。さんへ、にさんは持って生まれた強運。人のお世話になりながらも最後はうまくいく運を持っていると思います、三谷さんや太田さんと出会えたこともすごく強運の持ち主です。これから社会復帰したらもっと自分に自信を持っていいと思います。今回こそさんのお尻が割れないことを心から祈ってそう、この人ねさんがケツ割れるっていうのをお尻が割れるって表現するちょっとあの可愛い子ですそう、今回ここそのお尻が割れないことを心から祈っています。実は私介護の学校に行ってたんですけど、お尻を割ってしまったんです。今では後悔しています。心優しい方で、笑顔も素敵なので介護の仕事に向いていると思います。大変なこともたくさんあると思いますが、諦めず頑張ってくださいっていう、あやちむさんだそうです。ありがとうございます。お尻割らないでくれってそうそう、お尻割らないでほしいですよ。で、この人介護をやって、この人はちょっとお尻割っちゃったらしいです。なんかありますか？この方に、あやちむさんにお尻割っちゃった。ちょっと暗いな、こっち側にしようか。なんかありますか？今の状況の俺が言えてたってばじゃねえかさ。まあそっか。え、でも、じゃあお礼でいいですよ。お礼はなんかありますか？この。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとあやちむさんのこれは渡しておきますね。はい、これはね、あの、僕がスクショをね、あの、プリントアウトしました。じゃあ次がですね、匿名希望の、柳沢健一かっこ笑いさん、自営業の方ですね。福岡と群馬と神奈川県を転々してる、なんか店舗を管理するような人らしいです。毎度お疲れ様です。それでは様宛て、まあまあそこはいいじゃないですか、挨拶だから。それでは様宛て、三谷さんとの出会いから多くの方の支援がありましたが、の今までの人生で嫌なことがあった場合はその問題から逃げる、もしくはその職場から離職することで現在に至るわけですが、今後の支援を受けての生活では今までの生活とは違います。嫌なことがあったからと言って逃げることなどできないです。の再起に多くの方が熱望しております。
自分自身に勝てる力を身につけてください。最後になりますが、さんの自助自立に関する本心をお聞きしたいと思ってます。以上。自助自立に関する本心、どうですか。結構難しい質問が来てますけど、多分何もなければ今まで通りだと思うよ。嫌なことあれば、やっぱ同じようにお尻割ってたと思うけどね。うん、ただこの間その太田さんと一緒に実家に行った時、うん、親父が亡くなって、うん、お風呂、今お風呂一人しかいねえから、そんなじっとぐらいの気に入らねえこととかでお尻割れねえな。頑張れるってことですね。そうそう。次ですね、薬師寺天禅さん、38歳、長崎県の人。何の気なしに外録チャンネルを見ていました。何回見ていくうちに、さんを画面越しだけど応援したい気持ちが強くなって、毎回の配信を楽しみにして今に至ります。最初の頃とは、比べ物にならないくらい現在は立派な社会人になりたい、なろうとしているさんが輝いていますよね。これからが本番、泣きたい時もあるし苦しい時も投げ出したい時もある。そんな時は動画を見てくれたファンの方、手を差し伸べてくれた方、関わってくれた方、人の温かみを思い出してください。体に気をつけて頑張ってくださいね。いつも応援していますからね。星星っていう薬師寺天山さんが、あの結構、あ、今日もさっきスーパーチャットで1000円投げてくださった、結構あのヘビーリスナー、まあ、さっきの柳沢さんもそうなんだけど、てか 今のところみんなそうか、全員ヘビーリスナーの人ですね。あの毎回視聴してくれてる方ですね。そうそう、いるんですよ、そういうファンの人が。最後ちょっとあの布団好きさんっていう方からいただいたお手紙だけちょっと、プリントアウトできてないんで、それはちょっとあのスペシャルゲストが8時半ぐらいに来るんで、その人の携帯で読ませてもらいます。ちょっと今そう、スペシャルどっけかな。じゃあ次がですね、神奈川県横浜市在住の、永遠の20歳、木村真理子さんですね。永遠の20歳の方です。はい、それも永遠の20歳。そうだ。三谷さんのおかげで、さんの存在を知り人生を捨てたみたいなホームレスとなり、心配で仕方なかったですが、次第にさんの顔つきが変わってきたのが分かり始め、この旅の社会復帰、本当におめでとうございます。これから山あり谷ありだと思います。みんな歯を食いしばって生きています。嫌なことがあっても耐えて頑張っていたら、きっといいことが待ち受けていると思って、投げ出したりせずに頑張ってくださいね。さんに会えなくなるのは辛いですが、二度とホームレスにはならないと誓ってくれたら嬉しいです。さんのお母さんがご健在なので、ご介護して親孝行してくださいね。私にはすでに親孝行したくても両親はいません。だから余計そう思うのかなとも考えますが、お体に気をつけていつまでも元気にお過ごしください。ここで、お嫁さん決まったらご報告待ってますっていうふうに言ってくれた、まあ、あの永遠の20歳の、方からですね、うん、仕事が決まったら会いには行きますか、うん、また、うん、まあね、このまま戻ってなればね、うん、別に遠慮することになったら、うん、なるほどね。ま、前みたいにホームレスやったりとか、まあ、今みたいにホームレスはしてないけど、まだそういう施設の方から壊してもらってるような状態だったら、さすがに会いには行けねえけど、うん、なるほどね。ちゃんと仕事が決まれば別に遠慮することないから、うん、行くんじゃないかな。なるほどね。まゆみんさんからですね、はい、まあ、年齢はハートだそうです。年齢はハートの思いで、配信を見て普通と思っていた自分の環境が幸せなことと再確認することが、できました。さん、ありがとうございました。人生折り返しの時期に大学と出会い、大学転、今からがスタートです。さんのペースで気負うことなくゆっくり前に進んでください。配信されなくなってもそれぞれの立場で
さんのことを応援していることも忘れないでくださいね。一日も早いお母様との再会を祈っていますということですね。はい、ありがとうございます。まゆみんさん、ありがとうございます。ね、素敵なお便り。でちょっとですね、プリントアウトが間に合わなかったやつ、ちょっと僕がちょっと手書きで写したやつがありますね。これ手書きで写したやつ。プリントがちょっと、まゆみんさんの裏に手書きでちょっと書いてます、これは。東北のど田舎から、G さん、58歳。さん、お疲れ様です。俺もさんと同じ立場です。はい。はい、三谷さん、いつまでもさんを見守っていてあげてください。俺もさんにずっとくるくるがひどいから、お便り読みましたけど。ありがとうございます。こんな、こじけ相手にこんな。まだこじけやろ。だって家あるじゃん。ん家あるじゃん。いや、家あるっつって、まだ施設に壊してもらってる状態だもん。こじけとしてた。そうなんだ。なるほどね。くるくるが多いんだな。スペシャルゲストが来るまで、スペシャルゲスト、もしこれ聞いてたら、もうちょっと早めに来てもよかったです。ちょっと8時半で行ったっけですけど、全然大丈夫ですよ。はい。はいはい。スペシャルゲスト、もしよかったら、早めに来ても大丈夫ですよ。トラックぶっ飛ばして来てください。安全運転でお願いします。震度接近中。台風みたいに言われてますね。接近中。震度さんね。うん。ね。ちょっと甘いもんかと。震度スピード。震度さん人気出てきたな。震度さん、お菓子で、お菓子代です。ありがとうございます。安在。だから震度さんね、今ね、マナーなんですよ。ちょっとね、もう、ごめん、もうスペゲスって忘れちゃった。スペゲスっていうの忘れちゃったもん。もうスペゲス振動さんなんですけど、振動さんは、味しめたんですよね。後に登場して、ちょっとだけ登場した方が、チヤホヤされるってことに気づいて、ちょっと今、車の中で止まって、わざと聞いて、もう、みんなが俺のこと欲しくてたまんねえな、もう、耐えられないよってところで、元気みたいな感じで登場してくると思う、多分。お酒痩せるんです。進藤遅えぞ、何してんねん。進藤さんが遅すぎて嫌われ始めてきた。来なかったらどうしますか。来なかったらどうしますか。まあだから、どうしよう。進藤さんが9時半までに来なかった。でもそうだ、9時半までに来なかったら、布団好きさんの手紙は読めないんだ。一個進藤さんにショートメールで送ってる手紙があるんですよ。お便りが。それだけ読みたいんだけど、どうしようかな。新宿から遠い場所だと、あと10分で新藤さん来るって。すいません、あと10分ぐらいで到着します。誠だって。新藤さん、新藤さん誠って言うらしいですよ。誠、どこが誠なんだよ。失礼な、関係ねえよそれは。そうか、誠。新藤さんでもああ見えて隠せたやってないですからね。偉いですよね。その例えも失礼だな。そうね、マコティングね。違う、偽誠通った。偽誠通りましたよ。偽誠さんですね。これ後ろ向きだから、まあギリギリセーフですね。偽誠さんです。いや、ニさんもう半誠ですよ。半誠ですよ。半誠、うん、半誠ですよ。ほぼ可能性もゼロじゃないじゃないです か。そういうのの聞き方でもいいかなと思うんですけどね。あ、来た。お来た。ちょっと近づいちゃダメ。もっと引いて、もっと引いて。まこと来たー。まこと。かっけえ。まこと来ましたよ。みんなスクショタイムです。皆さん、まことさんのスクショタイムです。変えてもいいと思うんだけど、醤油くまい。あ、そうだ、花火買ってるんですよ。しんどさんが来るって言うから。
ましたよ。明るいし。ここいいっすわ。あ、それいいっすね。下コンクリだからゴミちゃんと片付けましょうね我々ね。そこら辺のリテラシーであるんでちゃんと。タラビリテラシー高いんでちょっと。あ、花火これ。はい、これです。これ？これ。ちょっと3人だからこんなもんでいいと思うんですよね。3人で花火やってますみたいな。敷けてねえか、大丈夫か。敷けてない。全然つかないじゃん。なんでつかないこれ。いけつかないこれ。いきなりつくんじゃないですか。全然つかないこれ。あ、これやってもらえばいいんだ。あ、来た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 。あ、綺麗じゃん。いいじゃん、いいじゃん。綺麗。あ、いい。これだけ。花火綺麗ですよ。ね、ほら、綺麗。いいじゃん。あ、しかも顔も明るくなるし、いいかもこれ。うん。あ、ライト代わりにもなってる。あ、うわ、花火数字ある。うんうん。花火数字ある。伸びた。あ、そんなことないか。花火いいね、数字。90だな。やっぱ花火いいな。いや、呼んでるだけで、新藤さんしたら女子で呼べるってないですか？いや、奥さんと。いや、奥さん奥さんと友達は来ないだろうな、きっと生配信には出ないだろうな、絶対。青春だね、だって。30歳、40歳、50歳が経って青春だって。それぞれの世代がね、30代。アラサー、アラホー、アラフィフ。それぞれ、なんかあれか、なんか思うことある ?30、まああるよね。それ全然違う。30結婚したものをどこに生まれるか。はい、そうですね。家族も、まあ、全然違う。11歳の息子がいる。割と、あと、仕事とせる理由の感じ。バラバラ。全然違う。わー。あ、危ない危ない。来た。暑いよ。ラスト線香花火やってくださいよ。今日ですね、皆さんにお便りを募集させていただいて、最初の1時間でちょっと5通ぐらい紹介させていただいたんですけど、ちょっとギリギリに投稿してきてくださった方がいて、それを、まだ読んでなかったので、ちょっと読ませていただきます。26歳男性、神奈川県の方で、布団好きさんっていう、ペンネームでやってる方ですね。いつも楽しく見てます。布団好きと申します。自分も恥ずかしながら何度も無断欠勤をしてきた人間です。さんが沼津の仕事を思い出すように自分もよく思い出します。過去は美化されるようなことですかね。逃げて良かった部分もあり、情けない部分もあります。ストレスのない仕事はないです。自分も頑張るので、さんも頑張ってください。完璧になろうとせず、できることを少しずつ、無理せず環境の変化を乗り切ってください。まあ、20っていう風な布団好きさんからの
メッセージでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。ありがたいけど、ありがたいけど、特別かな。何かこれ、これ自分がこんな人間なんに関わらず、うん、結構エクコシーみたいな、その完璧にやらなきゃいけないみたいな、自分で自分を追い込んじゃってる部分が多いからさ、うん、今さらのダウンベースちょっと DM が来て、それがどなたかわかんないですけど、読み上げますね。じゃあ、さんへ。シリーズは最初から見てきましたが、あなたは、本当の、心の優しい人だというのが画面を通して伝わってきました。それだけにこれまでいろいろな辛い経験をもしたことと思います。優しくいることは自分を辛い状況に追い込んだり、不利な立場に追い込んだりすることもあります。でも私は優しさには引力があると思ってます。さんが優しいからこそこうして優しい人たちが集まってきたのだと思います。だからこれからも優しいでいてください。言いたいことがうまくまとめられませんが、これからもずっと応援してます。ありがとうございましたっていう、あの素敵な DM いただきました。これ本社安西さんが送ってくれたんじゃないかな。 DM、Twitter の DM の送ってくれた方、あ、すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。安西さん、ありがとうございました。読ませていただきました。素敵なお手紙ありがとうございました。お便りありがとうございます。素晴らしいと思います。ありがとうございます。皆さんいい視聴者の人がいっぱいいますね、このチャンネルのファンには。まあということで、の最終配信でございました。すいません、最後の配信でした。さんはとりあえず生き物係の有放牧状態に入ります。介護の仕事に戻って交渉して、なんとかうまく出演してもらえるように頑張りたいと思うんで、そうそれまでに外録チャンネル見捨てないで、皆さん応援してください。ありがとうございます。というか、はい、ちょっとネタ的に応援するから、はい、皆さん外録チャンネル見捨ててくださいみたいな。いやいや、やめてお願い。もう今ちょっとずつ応援してくれてる人増えてるから、もうそんなこと言わないで応援してくださいね。よろしくお願いします。俺別にそういう表に出るのが嫌、俺自身が表に出るのが嫌とかそういうのじゃねえから、うん、だからそういう表に出てはまずいところはカットするなり細工するとか、うん、その辺の配慮を三四郎さんがやってくれたら今まで通りでもいいんじゃねえかなって思ってんけどね。まあね、だからそれを支援者としてはさ、やっぱ気になるでしょ、今後もさ、ずっとね、うん、まあね、だから、うん、まあ一旦だからストップするんじゃないですか。一旦ストップして、多分うちにしろ動画も試験が受かるまではとってもいいと思うんですけど、試験が受かってようやくそれから就活になるときは一回ストップして。あ、でもね、なんかね、試験を働きながら試験受けるんだって。要は、あ、そうなの。じゃあもう、働きながらど、じゃあ要はやってなくても、あの仕事あるってことですか。介護の仕事を職場に入って入ってやってるってこと。入って、はい、勉強しながら入ってちょっと仕事して、で多分そこでの仕事のできる内容をレベルアップさせるために資格取るってことなのかな。じゃあ先に、じゃああれ、あの面接受けないとダメだ。面接、そうじゃあ先に勉強と同時にさ、履歴書も書いてやらなきゃいけないんだよ。そうそう、それを今あのうまいことやってくれてるってことですね、制度が。で、紹介してたここに面接受けましょうかってなったら、そこにまあ履歴書書いてって感じじゃないですか、多分、うん、だから、今日ちょっとちらっと聞いたのは、早かったら6月の下旬ぐらいに始まるから、中旬ぐらいには、だからまあ一回動画が一回そのモザイク処理みたいな風になってた方が就職活動には、あの、支障はないって言ってた。まあだから、就職決まったら、また相談しましょうよ、いろいろ。
僕も出てほしいは出てほしいですよ、もちろん。さんのこと好きな人もいっぱいいるし、僕らもね、会いたいし、普通に。単純に言うたら、あれなんだよね。俺自身は別にどうでもいいって感じなんだけど、言うたらもう自分の根に持ってる、うん、お人一人のあれが先に立っちゃうんだよね。つい三四郎さんがと知り合ってこう言って取材してくれたりとかしてるから、うん、そういう三四郎さんのプラスになればいいかなっていう。まあね、いや、まあ、ありがたいですけどね、もちろんね、出てくれたらありがたいですけど、うん、でも、うん、結局それが就活の邪魔にはしたくないから、まあまあお互いにプラスになるように一旦終えて、で連絡取り合ってうまいことなんか出れるように就職先と相談しましょう、うん、まず一回介護目いっぱい頑張りましょうよ。でそれがもしだったらね、結構みんな心配して大変な仕事だって言ってるから、まあもしだったらくじける可能性もゼロじゃないと思うんですけど、まずは一回そんなこと考えずに一回介護頑張りましょうよ。お母さん生きてるからお母さんの介護もできるようにしておきましょうよ。ね、目標に向かって頑張りましょう。で新宿にもいるし、新宿来るとき教えてくれれば会いに行くし、ね、だ新宿来るとき教えてくださいよ、犬さん。あの電話番号、名刺まだ持ってます？いやね。なんでそういうこと言うの？悲しくなるじゃん。やめてよ、そういうこと言うの。よし、じゃあ帰りましょう。今日はもう遅くなっちゃうから。うん、うん、ありがとうございました。いろいろ。頑張ってくださいね、ニーナさん。何？明日？いやいや、明日。じゃあまたね。うん。まあ、とけ。気をつけてね、ニーナさん。頑張ってください。社会、絶対介護士になってね。そうに言うと、タクシーの人は乗るんじゃないかと思われちゃう。うん、じゃあね、ニーナさん。いってらっしゃい。連絡してくださいね。受かったら。じゃあね。